スタートからうまく前に出れましたね。そうですね、スタートはちょっと出だしは失敗したんですけど、1コーナーでなんとかポジションを戻すことができて、そこから数周はそれなりのペースで走れたんですけど、途中からやっぱちょっとウィーク抱えてた問題が出てきちゃって、それをなかなかライディングでカバーうことができなくて、もうちょっと後半の方はペースを抑えるしかなかったんですけど、ちょっとそこが悔しい部分ですね。レッシュ版はもう後続との差を見ながらって感じだったんですか？差はあんまり見てなかったんですけども、なんかそうせざるを得ない状況っていう感じでしたね。まあ、そういう意味では、まあ、勝ててよかったけどちょっと悔しい内容だったっていう感じですかね。結果的には勝ったんですけど、もうちょっと内容をいい形で終えられたかったなという気持ちです。次戦つくばは 2レースありますね。そうですね、今日よりも多分暑くなると思うのでしっかり準備して挑みたいと思います。トップ追い切れず2位争いだったんですけども、いかがでしたか？そうですね、まあ、本当に、まあ、逃げられちゃうというのは把握してたんで、本当にスタートしかないとは思ってたんですけど、まあ、スタートうまく決まったんですけど、まあ、1周目もうちょっと自分がペースを上げられればよかったんですけど、なかなか上げられずに、まあ、その後小野選手とずっと2位争いをしてたんですけど、まあ、お互い結構厳しいのは分かってたんで、まあ、お互いがなんか見合ってるじゃないですけど、いつペース上げるのかなっていうのをマージンを取りながらのすごい緊張感あるレースだったんで、まあ、それをもう一個上のスピードでできればよかったんですけど、まあ、まだまだシーズン始まったばっかりなんで課題をしっかり克服して、まあ、後半戦、まあ、筑波は後半戦に向けていきたいです。その前に、もっと2にチャレンジするチャンスがありますね。そうですね、本当に茂木の優勝からいただいた話で、本当に自分としてはチャンスだと思ってますし、まあ、すでにもうテストはしてるんですけど、まあ、サーキット自体はまあ別のサーキットなんで、初めてのサーキットになるんで、まあ、マシンもタイヤの方も違うものを使うんで、まあ、すごい短いセッションの中でどこまで食いついけるか分かんないですけど、まあ、セッション中に本当にいろんな人のライディングだったり、まあ、そのチーム内の環境だったり雰囲気だったりで自分自身に刺激を与えて、まあ、ライダーとして成長できればなと思います。まあ、今年チーム移籍してマシンもタイヤも変わって、2戦目で表彰台ですけど、いかがですか？まあ、表彰台っていう結果は、嬉しいんですけれど、まあ、ちょっと内容がなかなか厳しいものだったんで、まあ、満足ではないですね、もちろん。はい。まあ、ただ今後もっとトップレベルに近づいていかないといけないと思うんですけども、そのあたりは？そうですね、まあ、いろいろ失敗点とか、まあ、事前テスト走れてないんで、レースウィークぶつけからの、レースだったんで、まあ、いろいろ失敗点、まあ、改善点いろいろあるんで、まあ、これが地元つくばに向けていい課題になったので、まあ、一つ一つステップバイステップで、まあ、次回の事前テストからクリアしてレース2レースとも勝ちたいなと思います。